2018年11月。2018年の11月も結構前だな。ニューイヤーウーマン。ニューイヤー。なんか変になってる。乾いた時にか。横倉。すごい閉まって見える。字はこれとこことここの3色だけが塗ってあった。それを表紙に使おう。そこに初日の出書いてみたら、このラインが女性の顔になるんじゃないか。やっていくうちなんかどんどん綺麗になってきたから、壊したい衝動で海の光、ここきっと指に塗って、指でガシガシパシパシパシとつけてんだけど、濃すぎるっていうザラついたメディウムを使ってるから、ガシってやると指がギラッてなる感じ。ニューイヤーウーマン、うん、これは週刊文春ウーマンの表紙画として書かせていただいたものなんだけど、2019年の正月号、お正月、うん、文春ウーマンの表紙として初めて僕書かせてもらったから、絵のタイトルもニューイヤーウーマンにしたんだ。で、雑誌の表紙としてこうやって絵を描かせてもらえることになり、とても迷い、3つの色の下地だけを塗ってあったものがあったんです。時々やるんだけど、いつか絵を描くためになんとなくキャンバスに、まあ、下地の色だけ塗って、置いといたら気分が乗った時に上に絵描けるなって置いといたやつを字に使ったんだと思う。なんでそうなったんだ。すごい迷ったんだと思う。すごい迷ってる中、ふとアトリエにあった3色だけがこう、それを眺めているうちに、それに足していったらこの依頼の表紙の絵ができそうだと、そこに丸を足したのね。それが太陽のように、で、初日の出みたいな、で、水面、まあ、水平線、地平線がこう初日の出でキラキラキラと光っている。これ太陽、ここがこう水平線、こっちが上がってきた初日の出で、こっち半分は海に映ってる感じ。このラインが女性の顔に見えてきたわけですね、僕が。で、鼻と口を足し、髪の毛を足していき、で、太陽であって、こう、みんなもう海がこう光ってるようなんだけど、そこがなんかこう母性というか、女性の温かさを感じる絵にな、見えたらなとか、頭で考えてこの風景描こうとか、この人の顔描こうってあんまり絵を描かなくて、手が勝手に描いていく、形もなんだかもわからないもの、絵を描くということをしたくて絵を描いているんだけど、やっぱり依頼を受けてのものはそうもいかない部分もある中で、自分でもちょっと楽しくなってきて、まあ、楽しく描けるっていいことだから、これは表紙画を描かせてもらったのの一発目だったから、あ、でも最初から気にしてたかな、この上の方に
その雑誌のタイトル「週刊文春ウーマン」っていうのが入るっていうのを考えた上ではあそこは上は開けてあるんだと思う。でね、これザラザラしてるんだよね。メディウムっていうのを混ぜてて、コースゲル、砂みたいなものが混ざってる感じの質感で、もう触ると本当ザラザラしてるぐらいの。全部じゃないかな。あ、でも結構全体的にザラつきのあるコースゲルっていうメディウムを混ぜて描いてますね。で、本当はね、こういうメディウムを使った時はね、保護をするために、なんかもうちょっと塗った方が良さそうなんだよね。でも、あんまりね、その絵の具のこととか、あんまりちゃんと知らないまま絵を描き続けてるからね。ここはもう危ないね。これ今触ったら剥がれると思います。ここピッて言ったらもう剥がれちゃうよ。まあ、これでもね、そういうところちょっと勉強したんだけどね、この何年か。美しい。